ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は一問一答方式で地方創生の推進における小規模事業主への支援について質問をいたします。我が国の人口は2008年ピークから減少期に入り、リーマンショックによる景気後退、歴史的な政権交代、そして東日本大震災とそれに伴う福島原発事故等を経験し、国土地域政策に関する考え方が大きく変わりました。2014年に閣議決定された町人仕事創生総合戦略に基づき、地方版総合戦略の策定にあたっては、実効性ある施策の連携、集中的実施、 PDCA サイクルによる実施検証を産官学勤労現の共同体制で進めていくことが打ち出されました。守山市町人仕事創生総合戦略についてもこれらに基づいており、各分野の取り組みが地域資源を生かした主な具体的施策事業として反映されており、大変素晴らしい事業内容だと思っております。その中の一環として、小規模事業主の支援をより推進し具現化するためには、平成29年度予算編成方針にもある国の交付金である地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金を有効活用することが重要であると考えます。地方創生推進交付金とは、今年度から地方版総合戦略の本格的な推進に向け、ソフト事業の交付金として創設されたものであります。また地方創生拠点整備交付金とは、ハード事業の交付金として未来への投資に向けて、地方公共団体の地方版総合戦略に基づく自主的主体的な地域拠点づくりなどの事業について、地方の事情を尊重しながら施設整備等の取り組みを推進するための交付金として創設されたものであります。そこで地方創生拠点整備交付金の事業概要目的の一つに着目しますと、地方への人材還流、小さな拠点形成に資する、未来への投資の実現につながる先導的な施設整備を支援するとあり、事業イメージとして挙げられている内容は、ローカルイノベーションに資する公設試験研究機関、地域経営の視点に立った観光地域づくりに効果的な観光施設の改修等、また地域全体としてのブランディング戦略の確立に資する施設整備、生涯活躍の街の推進に資する多世代交流の拠点施設整備、そして移住定住促進のために行う空き家施設の改修等、小さな拠点づくりに資する地域コミュニティ組織の日常的な活動の場として機能する拠点施設の整備とあります。そこで地方創生拠点整備交付金の事業イメージにあるような小規模事業主を支援する拠点づくりについて具体的な提案を一ついたしますと、コワーキングスペースという新しい働き方のスタイルが現在世界で広がっています。この特徴は、各個人が独立して働きながら総合にアイデアや情報を交換し、オフィス環境を共有することで生まれる相乗効果を目指す小規模事業主の支援するための仕事場兼コミュニティスペースであります。アメリカではほぼ全ての州に200ほどあり、ヨーロッパ全土でも150以上の都市にコワーキングスペースが存在すると言われています。現在、滋賀県内、守山市内でコワーキングスペースの取り組みをされているところもあります。東小金井市では平成26年4月にコワーキングスペースを事業創造センターとして、起業家の育成及び市内定着の支援、高付加価値型企業の集積、そして地域に根ざした産業振興を図るための拠点としても開設をされました。まず一つ目の質問といたしまして、小規模事業主を支援するあり方として、コワーキングスペースのような場所がフリーランスの方や学生、主婦、地域住民を加えた一体的な仕事づくりを推進し、今後地域ぐるみで市内創業を促進する役割を担っていくと思います。小規模事業主を支援するためにも、地方創生拠点整備交付金を活用し、このような拠点を整備していくことが、今後の地方創生の拠点づくりの一つとして必要であると考えますが、いかがでしょうか。政策調整部長に見解を伺います。
政策調整部長。はい、部長。それでは森進一議員ご質問の地方創生の推進についてお答えいたします。1点目のご質問、小規模事業主を支援するための、地方創生拠点整備についてお答えいたします。議員ご質問のコーワーキングスペースはそれぞれ異なる仕事を持つ人々がオープンスペースの中一つの空間で働くという比較的新しい形態の働き方や働く場の一つであります。この場では働く場の提供という機能だけでなく多様な人々が交流を深めることで、個人事業主、特に双方といった小規模事業主が感じやすい孤独感、孤立感を薄めるとともに個々人が持つスキルやノウハウが集まりより一層場の価値を高める、そのようなものと認識しております。本市の地方版総合戦略では仕事づくりに重点を置き、特に創業支援、就労支援を柱の一つとしております。このことから市民の生活の質の向上と地域経済の活性化を図るため、コミュニティビジネスをはじめとした生活に密着した事業の創業支援や子育て中、子育て後の女性、若者、高齢者など仕事を求める市民の創業支援及び就業支援を図ることとしており、コーワーキングスペースが地方創生の趣旨に合致し、創業支援、就業促進に有効な手段の一つとなりうるものと考えております。しかしながら、地方創生拠点整備交付金は、地方公共団体が設置する公的施設を補助対象としていること、交付金を契機とした新しい施設整備は行わず、すでに計画している施設整備に充てるべき、検討してきましたことから、本交付金については創業就労支援等の機能を基本計画に位置づけ、拡充する図書館整備の一部に充てることで、国の交付金を有効に活用してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。13番森重重則君。はい、丁寧なご答弁ありがとうございました。今の答弁の中でですね、図書館整備のところですね、これから新しい図書館が整備されていくわけですが、その中で創業就労支援等の機能を充てるというところがございました。正直今回図書館の中でこのような機能を有すると検討していくというのは初めてお聞きします。でこれからですね、具体的にその機能というのはどういったことをしていくのか、またどのようなその新しい図書館のところで行っていくのか、具体的なところをお聞かせください。よろしくお願いします。はい、政策調整部長。はい、部長。ただいまご質問いただきました創業就労支援の機能の負荷という部分につきましては、図書館の基本計画の中にもそもそも位置づけがございまして、その中で、今回、今国の方とこの交付金について、協議をさせていただいているのは、今カフェの部分と、その周辺施設の中で、このような機能を付加できないかというところを今現在、事前協議をさせていただいているような状況でございます。以上、答弁とさせていただきます。はい、13番森重重則君。はい、わかりました。事前協議ということで、今図書館の、実施設計が今進んでいるかと思うんですが、ロビーとかカフェの部分確かにございました。でその中で多目的ホールですとか、皆さんレコーディングをするような場所とかも、認識をしていましたが、就労準備、創業就労を、機能するところを設けるっていうのは
私のちょっと認識不足でしたら、悪いんですが、そのようなところをちょっと認識をしておりませんでしたので、今後協議が必要かと思います。改めて答弁をいただくことではないのですが、今後協議をしていく必要があるかと思います。では2つ目の質問に移ります。ではちょっともう一度見解をお願いします。ではもう一度政策調整部長、見解をお願いします。はい、はい、政策調整部長、再度ご説明申し上げます。そもそも、図書館の機能の中で、健康医療情報、創業し、就労支援等の機能をもともと図書館のところに、機能を拡充するというもとに基づいて、やっていくということです。ボリューム上げてます、はい、最後のところもう少し声を大きくしてどうぞ。はい、暫時休憩します。はい、議長。はい、大変申し訳ございません。改めて、ただいまの答弁をさせていただきます。図書館につきましては、そもそも健康医療情報、創業就労支援の、図書コーナーを まず設けるという前提がございます。そうした中、図書館の全体の中で、カフェ並び、エントランス部分については、全体の補助対象から、外れておる部分でございまして、その部分を、国の地方創生の交付金を、活用して就労の場として、活用ができないかという方向で検討しているのでございます。はい、実際のところそれで、国の交付金を、いただける方向で財源を狙いにいっているというような部分でございます。はい、13番森重重則君。わかりました。新しい図書館の、そのロビーの部分に、創業就労をする名目というか建前上というか、それで、ロビーの部分を使って国の交付金を使いながら創業支援をするという理解でまずよろしいでしょうか。ちょっと再度確認します。はい、政策調整部長。はい、基本的には財源確保の目的を中心にやらさせていただいております。以上。はい、13番森重重則君。はい、では分かりました。では2つ目の質問に移ります。そもそも私のこの質問は、小規模事業主を支援する、拠点整備についてご質問をしております。その支援する拠点を整備する手法としてですね、公共施設の空きスペースを活用するか、公共の空きスペースがなければ今後空き家の活用が有効な手段の一つだと思います。空き家に関する取り組みというのは、昨今新聞市場も賑わしており、自治体への期待が高まっています。このような空き家の有効活用を行い、小規模事業主の企業の促進、市内創業者の定着をより確実にするためにさらなる体制強化を目指す必要があると思います。まず現在空いている公共施設の余剰スペース、空きスペースはあるのでしょうか。そしてそれはどのような管理をしているんでしょうか。政策調整部長に質問をいたします。政策調整部長。はい、議長。それではただいまの公共施設の余剰スペース、空きスペース管理状況についてお答えいたします。
原則として公共施設等の総量の把握については公共施設等総合管理計画を所管する未来政策課、管財を所管する総務課が把握し、個別施設の管理と利用状況については個別施設の各所管課が把握しております。公共施設等の利用状況等を確認したところ、現時点では公共施設の余裕は基本的にございません。なお現在仮設図書館として利用している法務局跡地につきましては、新図書館の共用開始後に空きスペースとなる見込みであることから、活用方法について議会のご意見を賜りながら今後協議を進めてまいりたいと考えております。以上と申し上げさせていただきます。はい、13番森重重則君。はい、わかりました。では公共スペースの、余剰スペース、空きスペースが現在ないということで、理解をいたしました。では3つ目の質問に移ります。小規模事業主の支援の一つとして、拠点整備を進める上で今後、民間の空き家の調査を進め、そして有効活用するためには空き家のデータバンクの創設を行うことが重要となりますが、そういったことは考えているのでしょうか。また現在市内での空き家についての情報はどのくらい把握されているんでしょうか。政策調整部長にお伺いします。政策調整部長。はい、議長。それではただいまの空き家の調査及び有効活用のための空き家バンクの創設についてですが、現在町内関係課からなる空き家等対策連携会議を設け、空き家の調査や有効活用方法についての検討を進めているところでございます。空き家対策を実効的に進めるためには、現況を把握することが必要なことから、空き家の調査については、都市経済部において来年度から調査の実施を検討しているところでございます。また空き家は貸し手と借り手の需給が一致しないこと、ミスマッチが発生していることから、貸し手と借り手をつなぐ手段として空き家バンクは有効な手段の一つとなりうると考えることから、調査を経た上で本市で導入できるか検討してまいりたいと考えております。地方創生は関連する施設を組み合わせることが重要であることから、町内横断的に行政課題に取り組むよう、より一層の政策調整機能を発揮してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。はい、13番森重重則君。わかりました。では、今後空き家の調査を進めていくとのことですが、それはいつまでに調査を終えられて、データバンクのように公開されるのに至るには、どのくらいの期間を想定しているんでしょうか。再度政策調整部長に伺います。はい、政策調整部長。はい、議長。空き家の調査については、調査方法、調査項目を検討した上で、実施調査を行い、調査結果をまとめる必要がございます。おおむね2年程度の時間を要するものかと考えております。来年度から基本的には取り組めたらというふうに考えております。以上でございます。はい、13番森重重則君。はい、今後2年間かけて調査を進められていくということですが、それで早急な調査を進められてですね、ぜひ空き家のデータバンクを開設して利用しやすいような状況下をもって、小規模事業主の方がですね、この守山市で開業創業できるような土壌作りをしていっていただきたいと思います。で、4つ目の質問に移ります。現在空き家の利活用に取り組んでいる他の自治体を調べてみますと、空き家の利活用の需要はやはり地元自治体に多く寄せられているんですが、本市と同じように供給側の提供が追いついていないのが実情であるとのことです。そのような中、小規模事業主の支援の一環として空き家の所有と利用を分離した空き家のサブリース方式の取り組みにおいて効果的な実践例が見られます。
サブリースの主体は中山間地域では主に自治体が担い、中心市街地や住宅団地では町づくり会社が NPO が担っています。空き家所有者の意向である知らない人に貸すことへの不安を踏まえると、こうしたサブリース方式の空き家利活用の取り組みに関する情報発信を効果的に実施していくことが有効だと考えます。犬山市では、空き店舗対策として、空き店舗の所有者からまちづくり会社が借り受け、回収した上で新規事業希望者に貸し出し、所有者とは10年の契約をし、希望者とは相手の事情に応じて契約年を設定し、契約期間に家賃徴収の差額で回収費を回収するというサブリース事業をされています。このように空き家利活用の事業スキームを組み込んだ体制で、小規模事業主の支援を推進していくことが必要であると考えますが、都市活性化局長の見解を伺います。都市活性化局長。森重議員、ご質問の4点目でございます。小規模事業主の支援に向けて空き家のサブリース方式についてお答えをさせていただきます。議員のご質問にございますサブリース方式でございますが、これは貸し手の不安感を薄め、信用性の高い第三者が介在することで、不動産の使用、収益権の流動性を高める手法でございます。市街地等の土地需要の高い場所で有効な方法の一つであると考えております。本市では町づくり会社の株式会社未来森山21がテナント誘致に用いておる手法でございます。小規模事業主の支援につきましては、森山商工会議所はじめ市内の金融機関や日本政策金融公庫、県産業支援プラザ、未来森山21などに参画をいただき、本年度から森山仕事はじめ支援協議会を設置し、創業者をはじめ事業者への支援内容の検討や相談、助言、専門家の派遣支援などに取り組んでおります。この中で空き店舗の情報提供なども行い、サブリース方式も一手法として可能な限り事業者とのマッチングができるようにも努めているところでございます。いずれにいたしましても、地方創生の推進、市内経済の振興には小規模事業主の発展繁栄は欠かせないことと認識しておりまして、この中での空き家空き店舗対策は新たな事業が創造できる有効な手法でありますことから、今後も関係機関と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。はい、13番森重重則君。答弁ありがとうございました。現在本市においても、まちづくり会社が空き家空き店舗のサブリース方式に取り組んでいることは分かりましたが、さらにこの犬山市ではですね、行政が空き店舗を活用事業として内装費に対して改装費補助として1/2、そして上限100万円、家賃補助1/2、そして上限年50万円、また外観改修費として都市景観形成助成事業として外観改修工事費補助として上限500万円としています。このような取り組みの中、犬山市では平成15年にはほとんど空き店舗となっていた中心市街地が、現在では空き店舗もわずかとなった実績がございます。要は創業数、企業数が増えたということになります。本市においていろいろな事業メニューを展開されていますが、過去3年間から推移して営業店舗数はそもそも増えているのでしょうか。中心市街地など分かる範囲でお答えください。都市活性化局長。はい、議長。ただいま中心市街地で過去3年の営業店舗数の増減のお尋ねでございます。私どもが持ち合わせておるデータでございますが、平成19年度は153件ございました。平成24年度は143件となっておりまして、店舗数は減少しておるのが実情でございます。しかしながら、このエリアにおける新規出店店舗数で申し上げますと、平成25年度から平成27年度までの3カ年におきまして、27件新規出店店舗数があったという状況でございます。以上、答弁とさせていただきます。はい、13番森重重則君。わかりました。現在、
まあ、営業店舗数というのは、まあ、中心エリア外、まあ、減っているということで理解をいたしました。まあ、そのこともありまして、まあ、以前から進められている中心市街地活性化の取り組みにて、まあ、今後森山銀座商店街再開発事業、そして森山駅前の顔作り事業の近江鉄道ビル建て替え事業にて、まあ、中小小売の店舗が完成に向けて、まあ、ハード整備が始まっていると思います。そのような中、まあ、今後は小規模事業主の方がより一層この森山にて創業開業起業しやすいようにソフト事業の整備を進めていくことが必要だと思います。先ほどの犬山市のこの事業スキームはあくまで参考事例です。まあ、小規模事業主を支援するという、まあ、一つのターゲットを絞り込んだ場合に、まあ、今後市民法人の方が分かりやすいように現在点在している複数の事業をメニューを結びつけて一つの事業パッケージとして市民法人事業主の方へ分かりやすく、まあ、提示して、まあ、提供できないかと考えますが、都市活性化局長に見解を伺います。都市活性化局長。はい、議長。今ただいまご質問いただきました、いろんな事業メニューをパッケージして提示できないかというようなご質問でございますが、中小企業者の支援につきましては国、そして県、また市もいろんな事業メニューを持ってございます。なかなかワンパッケージということは難しい面がございますが、まあ、現在商工会所の方で中小企業相談所事業といったものをしてございます。これは県と市の補助事業でございますが、この中でさまざまな相談がある中で、中小企業者に対する経営や融資、開業税務などの相談を通じまして、小規模事業者のニーズに寄り添う中で、さまざまな事業を展開していただいているところでございます。先ほど申しました仕事支援始め協議会もそうでございますが、まあ、商工会所、そういったものと連携しまして、さらにパッケージに提示できるような改善を工夫してまいりたいと考えているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。はい、13番、森重重則君。はい、ぜひ法人事業主の方にですね、まあ、分かりやすいような形で、まあ、パッケージというのは例えばもう A4 1枚の、まあ、裏表でも構いませんので、いろんなこう点在しているメニューを、まあ、いろんなところで聞くのではなく一つの窓口を設けるような形で、ここに来てくれれば全て分かりますよというような形で提示していただければと思います。私もですね、4人の方から実は以前相談を受けまして、森山で創業、修行できないかと言いまして、なかなかマッチングができずにですね、まあ、他市の方、草津大津の方で創業された経験がございます。ぜひ今後はですね、店舗数も中心市街地、ハードが進められていきまして、増えていきます。ぜひね、小規模事業主の方がこの森山で創業起業していきまして、そして中心市街地がぜひにぎわっていくような形をとっていただきたいと思います。でも最後に、所感を述べさせていただきます。今回私はこの一般質問において、限定的で具体的な内容を質問いたしました。要はマーケティングでいうターゲティングになります。一つの小規模事業主を支援するというターゲットを絞り込んだ場合に、現在さまざまに点在している既存の事業メニューや、まあ、今後進められる事業メニューを分野横断的につなげていき、複数の事業をメニューを分かりやすく一つの事業パッケージとして提供することが地方創生の推進につながると思います。そしてこのような小規模事業主を支援する拠点づくりは地方創生の種でもあると思います。平成28年8月2日に閣議決定された地方創生の推進内容を抜粋しますと、地方公共団体での先導的な取り組みを着実かつ強力に推進するとともに、その裾野を広げることが必要である。そしてこのため情報人材財政の3つの側面を軸に、小さな拠点をはじめとする地方創生に向けた取り組みを推進し、付加価値の高い産業を創業形成することにより雇用機会を創出することとしております。この地方創生の種がやがて大きな木となり、雇用を生む実となり、そしてそれらがまた雇用を作る種になっていくと思います。そのためには地方自治体が種をまくための拠点となる畑を用意していかないと種が育たないと思います。来年度は地方創生を推進するためにも具体的に拠点整備を行う体制づくりをより強化してください。よろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。